算数、数学教育。算数、数学教育。算数、数学教育とは、算数及び数学に関する教育活動、内容の総称である。本項目では、主として、教科、算数、数学に関連のある理論、実践、歴史などについて取り扱う。現在の学校教育における、教科自体については、算数、数学を参照。 通常、数学教育といえば、学校教育、特に義務教育における、数学の授業、およびこれに関わる学習者の学習活動を指すことが多い。日本の場合、厳密には中学校以降の内容を想定して、用いられるが、小学校における算数もこれに含まれることが多い。学年により、学習内容は大きく異なるが、主として、 数学に関する知識の習得及びその活用がその目標となっている。基本的には学問的な数学、大数学、幾何学、解析学、統計学などの基礎ある場合がほとんどである。学習内容については算数及び数学を参照。他方、学校教育外での教育、学習活動、社会教育としては学習塾におけるそれ、 特に苦問式の実践は有名であるが挙げられるが、これらが数学教育の対象となることは、特に日本に多いまれである。なお、算数、数学教育の中で、特定の領域について考えるときには、算数教育、基下教育、統計教育などと細分化される場合がある。また、数学教育全般を取り扱う研究分野は、数学教育学などと呼ばれ、 教育学、教科教育学の一分野として位置づけられる。数学の歴史は古代ギリシアの時代にまで遡るため、数学教育の歴史もそこから始まったと考えることができる。実際、古代ギリシア、ローマ、エジプトなど、数々の古代文明において、初等教育及びリベラルアーツの一分野として、算術と幾何学、ユークリッド、言論に基づくが位置づけられていた。 これらは当時の石膏、商人、金貸しといった職業において重要視されていたが、当時の教育の対象は裕福層に属する男子のみであり、万人が学べるものとはなっていなかった。このように古代より重視されてきた数学だが、ルネサンス期にその学術的地位は大きく低下することになる。 この時期の数学は貿易などの経済活動で重視されており、学術面では西欧の大学における自然哲学及び道徳哲学を研究するための手段に留まっていた。こうした事態は17世紀にアバディーン大学、ユニバーシティ・オブ・アバディーン、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学などで数学教授のポストができることで好転した。ただし、 大学外で数学が教えられることはなかった。18世紀、産業革命に伴い人口が莫大に増加することになる。都市内のライフスタイルも変化し、時刻を把握する、金を勘定する、簡単な演算を行う能力などの基本的スキルが全ての人にとって可欠となった。新しく導入された学校教育の制度中では、数学は早くから カリキュラムの中核となった。こうした学校教育の体系は20世紀までにすべての先進国で取り入れられていった。なお、マーシャル・マクルーハンの電気時代エレクトリック・エイチスという発言を受け、数学教育はかつての知識注入型から問題解決型へと変化することとなった。日本においては少なくとも江戸時代に商人となるための知識としての算術が 存在しており、これらが寺小屋で教えられていた。また、当時は娯楽及び学問の一分野として和算が存在し、男子の45%、女子の10%が和算を習っていた。また、和算を研究する和算家の中には、関高数のように国際的に有名な業績を挙げるものさえ現れた。明治時代になり、日本では、 福国強兵制度の一環として学生が敷かれ、欧米列強と肩を並べるべく、産業発展のために数学にも力を入れられるようになった。この時、これまでの算術や和算に代わって、西洋流の数学、洋算が取り入れられたのは有名であり、これ以降、西洋流の数学が数学教育で扱われる内容の主流となったが、和算、特に算学に見られるような定理や、 公式の成立や背景への理解を問うことのない問題文脈の数式化並びに多角図形の分割及び既存の公式の使用が方法論となっている。そのため、児童や生徒は定理や公式への疑問をそのままに、一方では無味感想なものとしてその教育を受け取り、他方では割り切った軽快なゲームとしての教育とみなすことになる。参考文献欄。その後、 戦後のスプートニクショックや学校週五日制など、当時の社会情勢を受けて内容が増減することはあったが、基本的には明治以降の内容を受け継いだものとなった。ただし、高等学校の教育過程において、いわゆる分離分け、教育内容が理科及び数学に力を入れて学習する理系と、国語、社会、 英語に力を入れて学習する文系とに分けられることが行われるようになってからは、学習者の数学における知的水準の格差が大きくなってしまったと言える。他の教科と同じように、数学教育にも集合、論理学をはじめ、計算には大数学、図形問題には幾何学、特にユークリッド幾何学が中心となる、関数、微分、積分には解析学、そして、 確率論、統計学とベースとなる理論がある。著名な実践としては、東山系の水道方式、影山秀夫の百マス計算、清水博の丸付け法などが挙げられる。特に百マス計算は、ゆとり教育が推進されていた時期に普及し、現代でも小学校を中心に、多くの学校で実践されている。一方で、電卓等の普及に伴い計算の速度よりも、 概算や演算決定といった他の能力が重要になりつつあるという現状を踏まえ、こうした実践を見直す動きも見られる。理論面では近年、認知心理学の進歩に伴い数の理解や数学的概念の発達段階的な理解のモデルが構築されている。数学教育は学校教育の中で一定の比重を占めているが、内容の高度化、抽象化に伴って、 その必要性を疑問視する声も少なくない。日本の児童、生徒の場合、近年行われた PISA や TIMS といった国際的な学力調査において学力面で高い位置にいながら数学への学習意欲が低いという結果が明らかとなった。この傾向は成人以降の世代にも見られ、専門外、特に人文科学系の知識人の主張としても 比較的多く見られる。中には、前者の主張と意味合いは異なるが、数学者自身がそのように述べることある。こうした現状は、数学教育の存在意義に関わることだが、現代の日本の教育議論においては、学力の向上という文脈以外で、数学教育の必要性が語られることは少なくなっている。なお、数学の有用性を説く知識人でも、 その見解は、形式等や思考力や文化的価値に求めるか、学習内容の多分野への応用に求めるかで大きく分かれる。こうした見解の相違は、アイザック・ニュートンが数学を科学の女王内し、技術の奴隷と伸びた頃にすでに見られ、数学の発展においては、純粋数学と応用数学に二分される形で、具現化している言える。数学教育の学習事項は、 海外でも概ね共通している。多くの国の教育過程で、中等教育終了までに微分、積分の基礎を学ぶように順序付けられている。基本的には、初等教育段階で大数学、方程式など、や、幾何学、図形の計量、証明が、中心的に学ばれ、中等教育以降で解析学、関数や微分、積分など、の比重が高くなる傾向にある。 他方、行列や複素平面、統計など、教育過程に大きく依存する単元もある。このうち、大数学では、計算問題の応用として出題される。文章題、幾何学では、証明問題や空間図形の問題、解析学では、関数概念に関わる、問題全般で生徒の苦手意識や定着度の低さが課題とされる傾向ある。また、戦術の学力調査では、 学習意欲とともに記述問題における正当率の低さ、とりわけ無回答率の高さが問題視されている。近年では国際的に統計学を重視する機運が高まりつつあり、日本でも2012年以降の学習指導要領において統計分野が拡充された。日本で中学校及び高等学校、数学の教員免許を取得する際には、 教育職員免許法施行規則第四条及び第五条に基づき次の内容を含む科目を規定単位数以上履修する必要がある。応用数学以外の具体的履修内容は思行規則において明記されていないが便宜的に記載。このほか、第六条第四欄に規定されている各教科の指導法として数学の指導法、数学科教育法などと呼ばれる。 基本的には、数学教育学を含むを履修する必要がある。2010年3月現在、日本で中学校、高等学校、数学の免許は、多くの教員養成系、理工系、情報科学系の大学、学部で、取得可能であるが、通信教育により取得可能な大学は2010年2月時点で、玉川大、仏教大学のみと極端に少ない。 2010年4月以降、明城大学通信教育部でも取得できるようになった。また、北海道情報大学でも取得できる。学校教育の現場では、修熟度別学習や、ティームティーチングを行う必要性から、募集人数が多いが、その割には免許取得者が少ない現状がある。また、現代の日本の教員免許制度では、 数学と関連の強い学問領域が多く、存在する物理学、科学をはじめとする自然科学、哲学、経済学、心理学、社会学などが、これらの学問領域を履修しても、数学の教員免許取得のための単位としてほとんど考慮されない。また、応用数学のコンピュータは、教科、情報にも大きく関連する内容だが、互いに単位の互換性はない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。